高校は大阪府堺市中区にある公立の高等学校高校生急増期の昭和後期1976年に地元の要望で府立103番目に新設されたマンモス校1971年誕生の黒田革新不正が高校入試で15の春は泣かせない政策として大幅に府立高校を新設1973年度だけで 開校十三校が計画され、各自治体が地元誘致運動を進める中、百三番目の府立高校として九百七十六年に開校した。現在、中区で唯一の府立高校。当初の校名は、府立の学校の慣例により、高知のある土塔町から大阪府立土塔高等学校案や、同じく堺市に編入された旧三村の総称としての、 モズに由来して、大阪府立モズ高等学校案が候補になっていた。一方で、地元に縁のある校名を地元自治会が強く要望していたため、ふと協議の結果、大阪府立東モズ高等学校と命名された。教育理念として自他敬愛を掲げている。教育課程は、全日制課程で普通科だが、2年生からコース制度を導入。 4つのコースが3年生でさらに分かれて5つになる。交渉はモズをイメージしている。制服はブレザースタイルで青、ピンク、白色のシャツ、ベストを組み合わせる。女子もスラックスがある。校舎は半世紀前の開校時の建設、旧体新基準の既存不適格のままであり、震度6強の揺れで倒壊の恐れがある。このため2010年度から改修を行った。 ありがとうございます。